今月は前衛でのポジションとプレッシャーのかけ方を練習していきます。今回意識していくポイントとしては、相手の視界に入って自分の存在感を相手に感じさせること、相手の後衛に緊張感を持たせること、ポーチに出なくても出るかもしれないと思わせることを意識していきます。前衛で何をしたら良いかわからないという方も多いと思うので、前衛のやることを少しずつ覚えていきましょう。基本的には相手の正面に立つことを意識していきます。打つ相手の正面に立つことで相手の視界に入ることになるので、自分の存在をアピールすることができます。まずは相手に自分のことが見えていないとプレッシャーをかけることができません。ボールを触っていない時でも相手がどこを見ているか相手をよく見て視界に入ることを意識しましょう。相手が打つ時にはできるだけネットに近づくことを意識していきましょう。ネットの近くでボレーすることができればネットミスの確率も下がり攻撃しやすくなるので、ボレーも決まりやすくなります。まずは前衛の動きを意識する中で、相手が打つ時にしっかり前に詰めることを意識しましょう。ネットに詰めるということは相手に近づくということにもつながるので、相手に自分をより大きく見せることができます。前後に動く中で、ただ飛んでくるボールを待つだけでなく、自分からボレーしに行くことも意識していきます。それがポーチです。相手の視界に入るだけでなく、自分から動いてボレーしに行くことができれば、相手はさらにストロークが打ちづらくなります。相手が打ったボールを取りに行くのではなく、相手が打つ前に動くことができれば、さらに相手は自分の動きを気にしてくれるようになります。動くの動かないのと相手が気にしてくれるようになれば、前衛にいる意味が出てきます。飛んできたボールをボレーしたら、打った正面に立つことを意識していきましょう。外側に打ったらストレートケア、センターに打ったらセンターに詰めてポーチに出る。自分でボールを打てるときは自分の打つ場所が立ち位置につながるので分かりやすいです。ただ打つだけでなく、どこを守りたいかを考えて返球できると守りやすくなったり攻撃しやすくなります。実際のゲームでは、味方後衛が打ったボールに対して相手の正面を取っていかないといけなくなるので難しくなります。どれだけ早く判断ができるかがポイントとなります。ボールではなく打つ相手をしっかりと見てポジションを取るようにしましょう。ストレートケアをするときに、基本はしっかり正面に立つことを意識していきます。ただ外側にボールが飛んでいくと、相手もストレートを意識しています。そこでストレートに立っていると相手もクロスに返しやすくなります。もしできそうであれば、ストレートを少し開けておくとストレートが空いているように見えてストレートに打ってくるかもしれません。何よりクロスのスペースが狭く見えると、ポーチに出なくてもプレッシャーをかけるということにつながります。ポーチに出るということだけでなく、出ない時にポーチに出そうに見せられるかがポイントとなります。コーチの今村です。基本的に誰でも人がいているところには打ちたくないと思います。なのでストレートを守るイコールストレートに立つとボールは飛んできません。ポジションを意識する中で、自分が立っているところには飛んでこないと思うようにしていくと、相手が打ってくるかなと思うところが少しずつ分かってくると思います。打ってほしいところをわざと開けて誘ったりできると最高です。相手が打ったボールを見てから動き出すと対応が遅れるので、相手がどこでどんな構えをしているのかよく見て予測して動きましょう。ゲーム中立ち位置に迷うことのないように練習で覚えてゲームを楽しんでくださいね。